こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。もう3回目になるんですが、一応ね、前回ね、1チャプターを無事クリアすることができまして、今回からね、チャプター2入っていこうと思います。ですが、あれ？これ待ってても、あれか？あ、ボタン押さなきゃいけなくなるか。なんか、エイダ編のあれだよね。すごい、映像っちゅうの、なんか荒くないっすかね。ね、他のそのレオン編のやつと比べると、なんかすごい、ああ、いい眺めきた。はい。We have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. あの軽そうなラテン男ね。So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. 面倒かけるわねってか、なんかそんなのじゃん。Luis Serra.And I thought I was high maintenance. やっぱり。いいな、世話の焼ける男よねってなんか言わせてみたいよね。本当、あなたのこと世話してあげなきゃって。じゃあ、今からルイス救出作戦行きましょうということなんですが、なんでお前はいつもいるんだっていうね。まあ、その前にちょっといろいろとアイテムを回収して、これもうあれかな、前回なのかちょっと忘れたけど、あれだよね。アタッシュケースをちょっと大きくしておきたいよね。うん、さて、今回ね、久々に、まあ、トークテーマっていうか、なんか相談をいただいたんですよ。あのね、これまでその人生相談に乗りながらとかで、バイオ6とかでずっとやったりとかしたんですけど、まあ、なんだろうな、子育てに関するね、ご相談をいただいたんですが、俺も子育て真っ最中やっちゅうねんってね、子育て真っ最中やし、しかも相談をくれた人が、なんだろう、僕よりも上の人なんですよね。うん、僕のよりも年齢も上だし、しかもお子さんの年齢も上なんで、その僕がまだまだその未経験の域のお子さんをこうちょっとなんか相談乗ってくれみたいな感じで言われたんですけど、いや無理って思ったんですけど、まあ一応ね、まあどんな相談が来たかっていうと、やっぱなんか子供にいろいろとやってほしいらしいんですよ。うん、なんかそのスポーツなり勉強なり遊びなりっていうの、ところがなんか子供がなんか、やってほしいというか、なんか興味を持って自分がやってることを一緒にやりたいみたいなことをね言ってるんですよ。だけどまあそのなかなかね一緒に やるのが難しいみたいなことを言ってるんで、まあそりゃそうだわなっていう風な感じなんですよね。一番 大切なのは、その子供に強制的にやらせちゃいけないっていうところなんですよね。子供って興味持ったもの何でもかんでもやるんですよ。面白いのが、僕もその1歳を過ぎた娘がいるんですけど、その娘いなかった敵いるよね。タチションしてたの、君がタチションするの。まあいい面白いからいいけど、うん、そうそう、子供ってな、興味持ったものって自分からこれやりたいあれやりたいって言って手を伸ばしたりとか、すり寄ってきたりとかって普通にするんですよね。うん、で、例えば僕のその1歳の娘なんかも、最近僕がそのプロテインをまあね、しょっちゅう飲むんですよ。毎日飲むんですけど、そのシェイカーを出したら、そのシェイカーをですね、すごい興味持ってね、うんうんって、私も来るって言ってね、手を伸ばしてくるんですよ。で、あ、分かった、いいよって言って渡してあげたら、すごいね、にひーってね、本当にね、もう今みたいな声を出しながら、すごいもうくったくのない笑顔でこっちを見ながらね。で、まだその持ち上げる 500ml 入ってるから、持ち上げるだけの力は残念ながらないんで、コトンって倒してコロ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 転がして振って、でにひーって言いながらこっちをね、見るっていう感じがするんですよ。で、あとやっぱり親がよく触ってるものっていうのにすごい興味を持つんですよね。だから例えば、スマホ、うん、だから昔、もうなくなったけど、1歳になる前、手前くらいまでかな、は、すごい僕のメガネを盗んで、で、振って楽しむみたいなことして、最近はメガネ取らなくなったんですけど、やっぱりね、スマホは未だにすごい取ってくる。それは僕のもだし、嫁さんのスマホも取ってくるんですよね。っていうような感じなんで、まあ、その、親がよく触れている、触っている、かどうかっていうのがすごい大事になってくるんですよ。で、逆にそれをやらせたいからって言って子供にだけさせるっていうのは絶対良くないっていう、そんな感じなんですよね。よくあるのがさ、その子供にはさ、なんかいいところに行ってほしい、いい大学行ってさ、いい
あの会社に入ってほしいからって、まあまあ今時もそんな価値観の人がいるかどうかってもちょっと分かんないけど、でもあのそういうのがあって、子供には勉強せえ勉強せえって言いまくるみたいな。でも親はそれを言うだけで、自分が勉強してるところとか読書してるところとかって一切見せないみたいなね、ことがあったりとかするんですけど、それって結局良くないんですよ。子供がまず興味を持つかどうかって親がやってるかどうかなんですよね。親がやってないことを子供は興味持ってまずやりませんっていうのがあるんで、そこが一つ線引きになってくるんで、子供に勉強してほしいなって親が思うんであれば、まず親が勉強しているっていうところを見せなきゃいけない。その、まあ、見せるために勉強っていうのも変な話なんですけど、だから僕らもずっとその子供が遊んでて、あの一人で遊んでくれてるなっていうような時っていうのは、子供があの自分で遊んでくれてるなっていう時は特に僕らも触れずに、まあ、あのスマホをポチポチいじったりとかっていうのをしてるんですけど、もちろん一緒に遊ぶ時もありますけど、あのスマホポチポチいじったりとかするんで、やっぱそれを見て子供もね、あのうんうんってちょうだいって、私もスマホ触るって言ってね、あのロック画面かけるんですけど、うまいことその iPhone とかだったらロック画面の状態でも普通に、なんだっけしまった卵食えよかったな、しまった、うん、どうぞ、あのカメラをね起動することができるんでね、知らない間にあのなんか謎の写真とかムービーがいっぱい撮れてるっていう面白いことがあったりするんやけど、まあ、そんな感じなんですかね、うん、だから子供にいろいろと興味持ってもらいたいって思うんだったら、それをやってこう親自身がすごい楽しんでる姿とか面白がってる姿っていうのを見せるっていうのがすごい大切。それができないのに子供にだけやってやりなさいみたいなことを強制するっていうのはよろしくないかなと思いますね。まあ、そんなところじゃないですかね。だからまあ自然にね、親が楽しんでいるところを見せてあげましょうっていうのが、あの子供にいろいろと自分のやってほしいなって思うことをやってもらうための手段、そんな感じじゃないですかね。ういういけいクリティカルキーほい旋風脚って名前がかっこいいよね。竜巻旋風脚、昔よく通ってた駄菓子屋があるんですよ。でそこでそのストリートファイター2のね、あのメダルのゲームがあって、ルーレットみたいなのがあって、何体くらいかな、10体くらいキャラクターがいて、当たったら2コインとか20コインとかね、あるんですよ。アスカとかリュウとかそういうのが、アスカだったっけ、なんかまあそういうのがいるんですけど、こういうところにねいたりするから慎重に、いないいない、 OK、 どうぞ、がいたりとかするんで、うん、どうしようかな、まともに戦うのもめんどくさいし、通り抜ける？どっちがいいかな、あれっていうか、あ、いるよねいるよね、水当たんね、牛に当たっちゃってる、ふい、とりあえず登っていたりしたら面白いんだけど、いないね、あ、いたわ、普通にいたわ、なんかあのルーレット当たってね、でその時にね、あのその誰だっけ、あ、竜とか当たったら波動拳とかって言ったりとか、あとあの竜巻旋風脚とかってね言ってね、でチコインがチャリチャリ出てきて、で時々その真ん中でビンゴが当たるんですよ。でビンゴが当たったらなんか金のメダルっていうのが出てきて、で金のメダルが出てきたらあの1枚20円で駄菓子交換できるみたいなね、そんなんがあってね、ずーっとやってましたけどね。今思うとあんなのに金突っ込むっていうのはすごいアホだったなって、まあ小学生はねやっぱね、あのそういう目の前のなんか楽しみにお金を使うっていうのがすごい大事だったりするんでね、はい、今思えばアホやって思うけど、当時はそれでよかったと思うと、ね、懐かしい、あ、やべえ、鈴木囲まれてる、やばいやばい、ちょっとね今ね氷を入れすぎたね、薄いコーヒー飲んでます、これほとんど水だよね、そんな感じだねーってねー、なんかそんなのをね旋風客見て思い出したね、ふい、あとさ、子供っていうか、まあ子供に限ってかどうかわかんないっていうか、子供に限らない話は僕なんかまさにそうなんですけど、その人に教わるのが苦手とか嫌いっていう人タイプがいるじゃないですか。なんか教えられたら逆にやる気なくして、自分で勉強したいのになんかいろいろああだこうだって言われて、いやいやいや、ちょっと待って、自由にやらせてくれよって思うタイプもいれば、反対にその教えられることによって逆にその
教えられることによってうまくいくっていう、まあどっちかというとその指示命令を受けた方がうまくいくタイプとかっていうのは結構あると思うんですけど、そこら辺のパーソナリティの見極めっていうのも大事だよね。だから今ってその例えば簿記勉強したいですってなったら、なんかテキスト買ったりとか学校とか行かなくても YouTube で福島正幸ってひらがなで調べたら出てくるんですよ。すっごいいいな、簿記3級簿記2級を勉強して資格取るんだったらその人の YouTube チャンネルを見るだけで十分合格できるみたいなね、そんなのもあったりするんですよ、うん、ところがね、それってまあ自学自習じゃないですか。ところがまあその学校行かなきゃダメとかね、テキスト読まなきゃダメみたいなことを未だに言ってる人とかがいるんですけど、まあ、そういう人にそういうことを言われたら逆にやる気なくすみたいなね、そんなのもねパターンとしてあったりするんですよ。だからこれだけ自分で勉強して自分で学ぶことができる環境っていうのが整っているのに、ああ成功性って言ってくるっていうのは、まあなんかちょっとね逆にその学習意欲とかいろいろとチャレンジする意欲とかっていうのを削いでしまう原因になるんちゃうかなっていう気はするんですね、うん、僕なんかも人に教えられたりとかするとちょっと待ってあれするともう簡単にやる気をなくしてしまうタイプなんで、だからほっといてくれって思うんですよね。人に指示命令とかされて、なんかその立場が上とかね、先生だ生徒だとかっていうのもあるかもしれないけど、途端にやる気なくしてしまうタイプなんで、ほっといてくれっていうね。だから本来は僕普通にいない普通にサラリーマンやってますけど、組織に属するのがダメなタイプの人間なんですよね。そういうのが苦手、本当に。私がちょっと一匹狼でやっていく方が好きだったりするので、逆に人と一緒にいて、人と一緒に何かをやって、で人とああだこうだっていうことを言いながらねやっていく方が得意だとか、そういうのが好きだっていうタイプの人も当然いるんで、それはそれでねその人はいいと思うんですよ。うん。そこも本当パーソナリティだったりしますから、僕は本当それがダメだからもうちょっとお手上げっていう感じなんですけど、うん、そこのさじ加減って感じですよね。さてどこまで行って終了するべきかなんですけど、ルイスが捕まっているところまでを見て、ちょっと待って誰か、自分がさ好きでさやってるさ勉強とかさ、なんか親父とかに見られるのさすごい嫌だったもんね。なんか親父が勉強の様子どうやとかって言ってさ、なんか覗きに来るとなんか途端に問題を解く手が止まったもんね。うん、ほんと見られるの嫌だったもん。間違ってたらさ、なんかもうグーパンチで殴られるかもしんないっていう、なんかそういう恐ろしい感覚があったもんねうちの親父、僕の親父はすごいすぐ手が出るタイプの人間だったんで、まあよく平手打ちされたりとか、さすがにグーパンチされたことはないけど平手打ちはしょっちゅうあったし、まあそれから何だったっけ、 あれもありましたよ。何だっけ、腹蹴られたこともある。うん、で腹蹴られた理由もなんかむちゃくちゃで、当時その友達、僕の友達、まあそのキャンピングカー親父が持ってて、キャンピングカー仲間と琵琶湖に行ったんですよ。で琵琶湖にある体育館は、で琵琶湖博物館かなんかその近くにあるところなのかな、なんか体育館で、まあ、バドミントンをみんなでやってたんですよ。何人かの家族がいて、その家族 の中の1個上の、まあ、友達がいて、1個上の家族、1個上の家族の人と、1個上の、まあ、今で言う先輩みたいな人とバドミントンペア組んでやってて、で、そいつが不意に、ブルーホースって声かけてきたんですよ。で、何言ってて振り返ったら、たまたまそれがね、軽くっすよ。本当に軽く、ラケットが顔にトンって当たっちゃったんですよ。まあ、そんな位置でかましてた僕も今思えば悪かったなと思うんですけど、でも、そいつがね、なんかね、もう本当殺されたかのように、なんか、恐ろしい傷をつけられてしまったかのような、なんかね、ギヤーって泣き始めて、嘘つきお前ボケお前スーパーされて泳ぎさんに言いやがって、そいつ何でもかんでも言い訳するようなタイプの人間だったんですよ。うん、で高校も中退してますしね、そういうのを理由にして、
いてててて、やばいやばいやばい。そう。で、まあそれはいいとして、で、そっからね、なんだろうな、親父が、はい、こら、ブルーホースボーケーっつって、で、そいつ一応、僕もその時は心配になるじゃないですか。で、大丈夫、大丈夫って声かけてたら、お前、ええ加減にせよっつって、僕を、で、ローキックがお腹に入った。そのしゃがみ込んでる僕のお腹にローキックが、僕を入って、もう未だかつて感じたことのない痛み、あれ、あの時の痛みは、ね、人生のトップ3に入る、うん、と思う。トップ、ね、1位は、イボができたんですよ、指に。で、そのイボに液体窒素を綿棒で押し付ける。これがマジで痛かった。これは本当耐え難い痛みだった。まあ、もう一つは、ちょっとまあ、まあ、今パッと浮かばないんで、ないものとして。どうでもいいわ。どうでもいいわ。うん。っていう感じなんですけどね。で、ちょっとあまりの衝撃で、その、だって小学校3年生とかだったかな ?3 年生か4年生かだったんですけど、バスケもしたから4年生だったかな、うん、小4の時にそれがあって、でよ、うん、普通に血吐いた。だから多分内臓が傷入ったんだろうね。咳込んだんですよ、その時に2、3回、ケホケホって。そしたら血がピッて出てきたんで、うん、まあ、蹴られた衝撃で口を切ったのか、それとも、本当に内臓が傷ついて咳を仕込んだ時に食道を通って血がバッて出てきたのかっていうのはちょっとそこまではさすがに分からなかったんですけど、まあでも普通に血出たよね。俺は本当にびっくりしたよね。まあそんなこともありましたよ。本当皆さんだからね、思わぬね、暴力っていうのは相手をいかなる状態にしてしまうのかも分からないっていうところですから、ぜひ、ね、気をつけてもらえたらと思います。何の話してたんだっけ、もともと。ちょっともう思い出せないけど。じゃあ、とりあえず、ルイス救出作戦のところに行く前に、そうだな。ここの関門をくぐり抜けたところで一旦終わりにしましょうかね。ちょっと区切りもいいし、なんだかんだで、このパートダラダラ喋ってたら、なんか長くなっちゃったね。20分近くもう今行ってるんで、うん。とりあえず、ここのアイテムを回収無事することができて、あそこの扉、坂下るところの扉を無事、行くことができたら、一旦そこでパート区切ろうかなというふうに思います。ちょちょ、行き過ぎ。なんかこれ、あれなんだよね。扇風客もそうだし、コマンドボタンを押してもうまく機能してくれないっていうのがね、ちょっと悲しい。よし、じゃあここ降りてのところの、アイテムも無事回収したら終わっていこうかなと思いますね。うん、まあこういうね、たわいのない会話をしながらね、ゲームをダラダラやるっていうのもね、ある意味ちょっとした幸せだよね、ほんと。うん、思うわ。だからぜひね、皆さんね、こういうダラーとした時間をね、まあ、ラジオ感覚で聞いてね、別にゲームなんか、まあゲームを楽しんでくれてもいいし、まあ、僕のこういうダラーとした話ちょっと、ステルス、なるほどね。こういうダラーっとした話もね、なんか聞いてて、なんか、うん、わかるわーとかね、癒されるわーとかね、逆にね、いやいや、お前って言ってね、僕に対して怒りを向けるっていうのもね、一つのストレス発散だったりすると思うんで、まあ、ダラっとね、聞いてもらう分には、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。そのためには、チャンネル登録、グッドボタン押す。これ大事。間違いない。というところなんで、そしたらここの扉をね、くぐり抜けたところで一旦終了とさせていただきたいと思いますんで、本日もね、最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ということでね、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。